テレ東。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長が、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるなどと女性を蔑視するような発言をしたことについて、東京都の小池知事は女性の声を生かすのは当然と話しました。まあ、真意のほどはご本人からお聞きしていただきたいと思います。まあ、ちなみに東京都は審議会たくさんありますけれども、私自身知事になりましてから女性の比率を大幅に上げています。で、今年度中にですね、来年度中ですけれども 35% にまで持っていくということで、まあ、優秀な女性たくさんおられますので、ぜひ東京都の都政をですね、より層を厚く、また多様性に富んだものにするためにもご参加いただくこととしております。なかなか 40% にまでいっていないのは、例えば当て職でですね、なんとか協会会長とかなんとか連盟の会長とか、そういう人が入ることに、まあ、なっているケースが多いんですが、そこが男性が多いんですね。ということもありますけれども、でも女性の声を生かすというのは、これはもう当たり前の話であって、話が長いのは人によるんじゃないでしょうか。以上です。